トロフィーは主にスポーツの試合や競技会において優勝者に授与される優勝杯、優勝立て、像などの総称である。もともとは戦利品を意味し、勝利の女神に祝福された勝者を称える儀式的な意味合いがある。スポーツ以外の文化、芸術などの分野でも競技会の優勝者にトロフィーが授与される場合もある。 基本的にトロフィーは優勝者に贈られるものだが、各種大会においては、成績上医者に小型のトロフィーが授与されることも珍しくない。また、狩猟で仕留めた鹿などの首から上の部分を白製にするなどして壁に飾ったりするものをハンティングトロフィーという。戦争で敵から奪い取った鎧、兜、盾などを戦利品として飾る慣習からと言われ、ギリシャ語の戦利品。 戦勝トロフィーを意味するトロペイアンが語源とされる。期限前の効果テトラドラクマ銀貨の裏面には柱に飾られた戦利品の甲冑に勝利の女神、ニケが名文を刻もうとしている様子が描かれており、古くからの慣習であったと言える。歴代の大会優勝者等を記した細長いペナントが取り付けられることもある。その他、デザインは、 非常に多岐にわたる。一般には台の部分にはプレートが取り付けられる。ここには大会名、成績や順位、日付、主催者名などが入る。ありがとうございます。